はい、この動画では Google で画像を検索する方法を解説してみたいというふうに思います。で、この検索でですね、その画像だけを、ね、検索したいという時もあると思います。まあ、そういった時にですね、まあ、もちろん通常通りこの検索キーワードを入れて、まあ、Google 検索で検索に引っ掛けてもいいんですけども、それだとそれ、あの画像以外の、ね、検索結果っていうのも出てきてしまって、まあ、若干効率が悪いので、まあ、とにかく画像だけを探したいといったときは、Google にはその画像検索っていう機能がありますんでね、この動画ではですね、そのやり方を解説してみたいというふうに思います。じゃあ、それではですね、この Google の画面、この、ね、右上の方を見てもらうと、ここに画像っていうボタンがあります。なので、こちらをクリックします。はい、そうするとこの画面で見てもらっているように Google 画像検索というものに切り替わりますので、まあ、ここで、キーワードを入力します。で、まあ、何でもいいんですけど、例えば北海道新幹線と入れてみましょうかね。これで検索をしてみます。はい、そうするとこれ見てもらっているようにこの今北海道新幹線の画像だけが引っかかってくるということですね。はい、で、まあ、これいろんな画像が出てくると思いますけど、まあ、もちろんですね、こういう著作権の問題とかいろいろありますんで、取り扱いの方は注意してもらえるといいかなと思うんですけども、まあ、いずれにしても画像だけを探したいという時はですね、通常のただの検索ではなくてですね、この画像検索ってやつですね、こちらのボタン、これを押してもらって、この Google 画像検索で探してもらうと、まあ、効率よくですね、探すことができると思いますんで、まあ、ぜひね、うまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。動画をここまでご覧いただきましてありがとうございました。で、この YouTube チャンネルでお届けしている動画とは別にですね、パソコン力劇的アップ動画講座 5days ということで、5日間の無料の動画講座というのを別途お届けをしています。で、この YouTube チャンネルの動画はね、たくさんありますんで、見ていただくことによって、まあ、いろんなソフトウェアの、ね、使い方とか、まあ、便利な活用方法っていうのは覚えていただくことができるとは思うんですけども、ただですね、そういう活用の前に、やはりそのパソコンの基礎力というのが非常に大事です。で、この基礎力がつくとですね、そのパソコンの活用の幅、あなたのパソコンの活用の幅というのは非常に大きく広がりますんでね、まあ、もしですね、あなたがパソコン基礎からしっかりとね、基礎力をつけていきたいということでしたらね、この5日間動画講座ですね、これすべて無料で見ていただくことができますんで、この動画の下の説明欄に、その申し込みのフォームの URL がありますんでね、ぜひそちらをね、クリックしていただいて、動画の方を見ていただけるといいかなというふうに思います。じゃあそれではですね、次はこのパソコン力劇的アップ動画講座 5days の中で、あなたとお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。